サバセタケ氏は、日本の政治家。愛知県府総町長。元、府総町役場総務部長。愛知県庭郡府総町生まれ。府総町立高尾小学校。府総町立府総中学校。愛知県立庭高等学校を経て、愛知大学法系学部経済学科卒業。1983年4月1日、府総町役場に入庁。2013年4月1日、 健康福祉部住民課長。2017年4月1日、総務部長。2019年5月、町長、千田勝隆と方針の違いを覚え、早期退職を申し出る。2020年3月31日付で、不総長役場を退職。2020年4月24日、外選者の中から支援者に手を振るさばせ2020年4月26日。 不総長長選挙の開票結果を手に当選を喜ぶ、サバセ不総長役場を早期退職することに決めた、サバゼだったが、当初は出馬するつもりはなく、どこかに再就職するつもりだったというが、親戚宅で町議から一緒に町を考えていかんかと口説かれた。2020年4月2日、地元の羽根公民館で不総長長選挙への立候補を表明。 選挙戦はかつて使えた、千田勝隆との一騎打ちとなった。立候補表明から投票日までわずか3週間しか、なく、無名のサバゼは短期間で、同志陣を伸ばすかが課題となった。一方の千田は2期目を目指す現職であり、さらに自由民主党、公明党が千田に推薦を出したことから、サバゼの情勢は一層不利になった。なお、副総長は、 自民党県連会長の藤川正人のお膝元である。4月21日、不層町長選挙告示。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来賓や支持者を断るなど、簡略化した出陣式を開き、準備期間は短いが、地元の協力でスタートできた。誇れる町、安心して暮らせ、笑顔あふれる町に改めたいと決意を示した。 選挙期間中は感染対策に注意を払いつつ、町内の120カ所で辻立ち演説、毎朝各駅で挨拶運動を行うなどした。また、YouTube をはじめ Twitter、Instagram など SNS での情報発信を積極的に行った。同月26日の投開票の結果、現職の選打を破り初当選。当日有権者数28,140人。 最終投票率 38.25%5 月13日、副総長長に就任し、初登庁。高齢者の交通手段の確保、自動館建設など多くの課題がある。住民の声に耳を傾け、職員と話し合いながら、副総長を他の市町村に負けない活気ある、暮らしやすい町にしたいと述べた。2020年4月26日、初当選を喜ぶ。 サバゼと、肩タノハルオブの祖父、サバセユは1952年12月、不総長で初めて行われた町議会議員選挙の初当選後、町議を5期務め、1976年12月の人気満了をもって引退。8年後の1984年5月、ユは娘婿である、肩タノハルオ総町議会議員選挙に候補として擁立し、肩タノが町議に初当選。 片野は7期28年にわたって、長議を務め、2012年4月の人気満了をもって引退。その8年後となる2020年4月、片野や長議らに押され、今度は部が不総町長,長選挙に出馬、初当選を果たした。部の長長当選を見届けた片野は、同年9月13日にこの世を去った。2020年不総町長,長選挙では、 高齢者の移動を助ける交通システム整備、学校給食費の補助などを公約に掲げ、初当選。6月8日、不総長議会の6月定例会で議員からの一般質問に対し初心答弁。公約のうち、学校給食費の補助は2021年度から実施できるように制度の検討に入っていると答えた。このほか、小中学生のタブレット端末整備は、 本年度中に完了できるよう進めている公共交通整備の公約はできるだけ負担を減らしながら利用しやすいシステムを基本に方式を絞って導入の検討に入ると答弁した。6月2日、町財政を補うため特別職の給与、期末手当を減額する条例案を町議会に上程、自身の月給を10%削減し、 これを、任期満了までの46ヶ月間続けていく。なお、愛知県では、同様に31市町長が給与の削減を行っているが、任期満了まで続けるのは、サバゼと、高田町長のなる施圧つのみで、サバゼの給与削減は、期間として最も長い。6月9日、不総長議会6月定例会の一般質問で、自動館の建設計画について尋ねられ、 着工を見送ると答弁。新型コロナウイルスへの対応を最優先し、財政出動もあり得る中、建設費だけで6億円近い事業を今スタートさせることは住民の理解を得るのが難しい。着工を一旦見送り、問題点の解消とコロナ収束、経済回復の状況を見定めて、計画を進めることが最適との結論に至ったと述べた。自動官は、 保健センターを併設した複合施設で、前町長、千田勝隆がライフワークとして計画を推進していたが、沢瀬は建設費だけで6億円という豪華さを疑問し、町長選の争点の一つになっていた。9月8日、不総長議会9月定例会で開館について、2023年を目標にすると明らかにした。9月3日、稼働日数がそれほど、 多くなかったこと、維持費がかさむことなどから、公用車のクラウンを観光庁のネットオークションに出品。このクラウンは主に町議会議長用として保有していたもので、2013年に425万円で購入。10月13日、203万円で落札された。町が公用車をこうした形で売るのは初めてで、売却で得た利益は町の一般財源として活用する。 公用車をめぐっては、兵庫県や山口県で、知事用の公用車に高級車センチュリーが購入され、他の自治体主張から市民感覚とのズレを指摘する声が上がるなど、全国的な議論になっていた。今後は、町長の公用車を議長と二人で使用することとなるが、これについてサバゼは、私のこの車と兼用ということで、一緒に乗っていきます。ちょっと緊張しますけど、大丈夫です。 貴重な意見交換の時間になるので、ありがたい時間ですと述べた。クラウンの他系、トラック、プリウスの2台も試験的に出品し、それぞれ10万円、4万円で落札された。木曽川不走力地公園のサイクリングロード11月5日、木曽川に面する愛知県、岐阜県の自治体のうち、中流域の7市長が国土交通省の呼びかけで、 木曽川中流域下は町づくり協議会を設立した。初会合は、ミノカモ市五門町のリバーポートパークミノカモであり、サバゼも参加。木曽川沿いのサイクリングロードが人気だが、樹木があって公園から直接、木曽川が見えず、昔から残念に思っている。駐車場も、すぐ満杯になるとして、整備が進むことを願った。木曽川上流河川事務所によると、 県をまたいで川を中心に連携を図るのは珍しい。第2回会合は未定だが、各地域の学び合いを進める方向で検討する。12月7日、ふるさと納税で町に集まった寄付額について質問され、2017年度873万円、2018年度1237万円、2019年度254万円、2020年度150万円と、 減少傾向にあることを明らかにした。2019年度の大幅な落ち込みは、総務省の制度改正の影響とした。返礼品は現在インターネットのサイト掲載が16点で、他の自治体に比べて少ないため、充実を図ると答弁した。1月4日、仕事始め式が行われ、町長就任から7ヶ月半、新型コロナウイルスに翻弄された。町は、 厳しい財政状況にあり、今年を将来のための改革元年都市、職員一丸で安定的持続的な調整を進めるための基礎がための都市にしたいと述べた。2021年度に県案の児童館建設に着手することにも触れた。2月25日、2021年度当初予算案を発表。一般会計は106億900万円で過去3位の規模。 前年度は過去最高で今回より4100万円多かった。コロナ禍の影響で法人町民税が前年度の半分ほどに落ち込むと見立て個人所得の減少や企業収益の悪化で町民税を中心に税収が大きく減少することが見込まれ極めて厳しい財政運営になるとし切り詰めた。3月8日、町民プールの使用2021年度から 中止すると明らかにした。2020年も新型コロナウイルス感染防止のため、プールは開かれず、水遊びは、結果的に2019年が最後となった。施設の老朽化と利用者の減少を、使用中止の理由に挙げた。事業見直しでは他に、保健センターの空調設備と不創調図書館の屋根の改修を2022年度以降に繰り伸べした。稼働していない。 サングリーンハウスの温室も取り壊す。5月13日、副総長と町商工会が名古屋経済大学と連携協定を結んだ。連携の目的は地域の活性化、地域課題の解決と人材育成への寄与で町づくりの推進、地域経済の活性化などで手を結んでいく。サバゼは協定を機に学生さんの柔軟な発想や若い力をお借りし、 町づくりを進めたいと述べ、コロナ禍の名教大生を応援する目的で、災害備蓄品だった100食分の米や400枚強の生理用品を送った。6月8日、町シルバー人材センターが入る施設、サングリーンハウス併設で解体中の温室について、借地である土地の取得を検討すると明かした。温室では百八十六年からシルバー会員が蜜葉や 産地などを水耕栽培してきた。施設の老朽化や指導者の不在などを理由に2016年9月で休止。現在、解体が進められている。3月定例会で土地所有者への返還を基本とすると答弁していたが、方向性を見直した。温室は半分強が借地で、残りは町の土地。伊藤武市議員が畑への復旧は、 多額の費用を要することから、高齢者の活動拠点や、公共用地の大体地として取得したらどうかと提案。町は、氷土を30センチ入れ替えるだけでも1860万円、かかるとし、土地の買収費用や解体後の利用を、シルバー人材センターも交えながら検討すると述べた。ありがとうございます。